マクシミリアン・アントン・ラ・モラル・フォン・トゥルン・ウント・タクシスは、トゥルン・ウント・タクシス公マクシミリアン・カールと、その最初の妻のデルンベルク男爵夫人ビル・ヘルミーネの、長男。1858年8月24日、ポッセンホーフェン上で、バイエルン公、マックス・ヨーゼフの長女ヘレーネと結婚した。ビッテルスバッハ家課長である、バイエルン王・ルートビヒ2世は、 マクシミリアン・アントンの一族は1806年のドイツ諸公の陪身化に伴って、両方君主の身分を失っているため、王族として認められないとして、この結婚を許そうとしなかった。しかし、ヘレーネの妹のオーストリア皇后エリーザベトとその夫のオーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の取りなしにより、この結婚は実現に至った。 マクシミリアン・アントンは父に先立って1867年に亡くなったため、トゥルーン・ウント・タクシス公爵家の四次は、マクシミリアン・アントンの長男マクシミリアン・マリアとなった。妻ヘレーネとの間に、次男次女を設けた。ありがとうございます。